虚血性心疾患の4つのパターン、老細性強心症、不安定強、えー、心症、不安定強心症、心筋梗塞が分かった。で、急性肝症候群というのは不安定強心症と急性心筋梗塞で血栓を伴うんですよ、冠動脈ということが分かった。それで、えー、と右冠動脈ですね、冠、えー、動脈の3本、右冠動脈、それから回線脂、前下子の3つが言えるようになった。さあ、次ですよ、狂心痛の特徴が分からないんで。どういった患者さんへの共通っていうのが、あ、これは虚血性心疾患の共通かもしれない。いやいやいやこの共 共通は虚血性心疾患の共通じゃないよってことが分かったらですねかっこいいじゃないですかであのですねなぜかっこいいかっていうと世の中ですね胸が痛いっていうのがたくさんあるわけです例えば僕だって胸痛くなりますよ突然かってキューって胸が痛いディディディって思ってけど自分自身で考えるんですよあこれは虚血性心疾患のパターンかなとかってあこれは多分虚血性心疾患のパターンではない共心痛ではないよっていうことでね自分自身も納得するわけですけれどもあのですねあの共通の方っていうのはたくさんいらっしゃいますけれどもで共通の方全員が 血性心疾患ではないよと。じゃあ、どのように私たち循環器内科医は、虚、えー、血性心疾患の共通なのか、それとも、あこの共通は大丈夫な共通なのかっていうのをですね、その特徴がわからないと、その特徴がわからないと、皆さんが看護師になった時も、なかなか難しいじゃないですか。だけど、この特徴さを抑えておけば、もしかしたら、うわ、これはやばい共通かもしれないとか、あこれは大丈夫そうな共通だっていうことが、ですね、将来、皆さんが言えることにな言えるようになるよっていうですね、そんな動画を作ってみました。とということで、 えーとですね看護学生に送るですねこれから将来看護師さんになる皆さんに送るわかる虚血性心疾患ということで今日は患者さんのその狭心痛の特徴的な症状についてスライド1枚で説明したいというふうに思いますこのスライドがこちらですじゃんこれですね心筋虚血 心筋。ああ <laughs>、すごいことなってこれ。マウスだとちょっとダメかもね、これ <laughs>。どんどんこれちょっとやり直しちゃおう。よいしょ <laughs>。ね、なんかすっきりした方がいいよね。 心筋拒絶による胸部症状ですよ。で、心筋拒絶による胸部症状ってね、どんな症状かって、心筋拒絶っていうのは、冠動脈疾患の、冠、まあ、動脈疾患の、まあ、例えば心臓の共通ですからあのこの、この症状に当てはまる、これから私が説明する症状に当てはまる方がいたら、循環器内科医を呼んでねとか、もしくは循環器内科医に受けるようにあの指導してねということですよ。皆さん、いいですかで、ここに患者さん、今いらっしゃいますね。いらっしゃいますけれども、ここの胸の この真ん中のこの辺この、この赤いところが痛いっていうですね、あのこの中心的なところが痛いというのがですね、心臓なんですよ。心臓っていうのは左側にくっついてるなって思うかもしれないですけど、実はね、結構真ん中にいるんですよ。真ん中にいるので、あのまあ、こんなところかなっていうふうに思うんですけど、1個ね、ポイントがあります。まず1つ大きさ。大きさは鈍い握り拳大、体外ですよ。握り拳大、 えー、より大大ききいいい同じか大きいことが多いですつまり、ですね例えば、えー、と心筋梗塞のような胸の痛みって、あ、なんか胸おかしいかもしれないって言ったときに、大体です、ね、握り拳、冠動脈が詰まったりすると、握り拳より大きいか、にぐにも大きい場合ですね、握りこぶ拳よりちっちゃいってことないんですよ。逆に言うと、指で刺すような痛みってことはあんまりないんですよ。その指で刺すような痛,痛みってこう、チクチクしますみたいな痛みっていうのは、ですねあんまり虚血精神疾患ではないです。 とということが、ね、言われてますだから僕とか例えばですね患者さんにあの「胸が痛いんです」って来るじゃないですか例えばね50歳ぐらいの女性とかでなんか胸が痛いんですって来た時に僕はですねまずまず聞くのはどのぐらいの範囲で。 あの、胸が痛いんですか？っていう風に聞くとですね。あ、結構狭い範囲で聞くあの痛いんですよ。っていう風にうおっしゃる方はですね。ああ、この方は多分虚血性心疾患じゃないなっていうことがですね。予想できるんですよ。なぜかというと握り、こぶしより、もしくは同等よりあのぐらいの大きさが欲しいので、これよりもちっちゃい場合っていうのはあの冠動脈狭窄じゃない場合が多いんですよね。で、そこでですね。米山先生は何て言うかとですね。痛いところを胸刺してくださいって言うんですね。そうするとですね。患者さんはですね。ここが痛いです。って っって言って言くるんですねここが痛いってことはかなりピンポイントですよね。ピンポイントなので指がさせる場合っていうのはですね、ああのか、冠動脈疾患じゃない可能性があるんだななんてことを頭に覚え浮かべながら、じゃあその共通っていうのは何分ぐらい続くんで、あのどのぐらいの時間続くんですかっていうふうに聞くんですね。そうすると例えば女性、あのその先ほどのね、50, あの50歳ぐらいの女性だったら、あもうこのチクチクっていうのがもうねあの、もう昨日の夜からずっと痛いんです。で、今もおかしいんですよっていう場合にはですね、あなるほど。やっぱりこれは 心筋梗塞じゃないなっていう予想が立てられるんですね。なぜかというと例えばあ危ない <laughs> いいい共通っていうのは大体3からら分ぐらい持続すするんですねあのもちろん心筋梗塞だったら持続するんですけれども、えー、とな例えば狭心症みたいなやつだとあの胸がこう感動面がギュッて詰まって良くなったっていう場合にですねあの改善するのに数分ぐらいかかるよっていうことですねでずっと持続性に痛いっていうのはですね例えば、えー、と1ヶ月痛いとか半年間もうずっと胸が苦しいですっていうのは心筋梗塞としてはあんまり典型的ではないですよということですねそれから胸部圧迫感とか高約感って うんですね、これどういうふうに言うかというとですね、あんまりですね急性心筋梗塞の人ってですねあんまり実はですね胸痛いって言わないんですよで。これ矛盾するようなんですけどなぜかって胸が痛くなる症状の話してるんですけどあんまりですね急性心筋梗塞の方ってこの、ね、胸が痛て,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 てとかってあんまり言わないんですよ。でそうじゃなくて胸がなんかこうって広くこう圧迫されるような感じでなんか鉄板が乗っかってるとかとか鉄板っていうのは鉄の重たいやつですよ。重たいやつが乗っかってるとかってなんか締め付けられるような感じって広い感じで締め付けられるっていうふうに言うんですね。でも 一方で、ここ胸が痛いんですよ、痛いんですよって心筋梗塞はですね、僕、いろいろあの20年ぐらい現在やってきましたけれども、たった1人、1人いたんですけども、1人ですね、もう先生、胸が痛い。 胸が痛い、ここが痛い、ここが痛いって言ってた方で女性で心筋梗塞だった方はいますけども、それ以外はもう全員あんまり痛い、痛いっていう風に言わなくて、胸が苦しい、重苦しいんですよっていう風にですね、表現する方が多かったです。でですね、ここが大事なんですけど、あの共通だったらね、わかると思うんですけれども、わかるっていうかね、まあ、100歩譲ってもね、心筋梗塞かなっていう風に思って、ね、もらってとてもいい、僕もいいと思います。まずはね、鑑別疾患として虚血性心疾患の共通を浮かべるっていうのはいいんですけども、実はですね、あの こういうような狭心痛っていうのはここの胸の以外に症状が出ることがあるからちょっとややこしいんですよ。具体的にはでですすね、ね。これです、ね、胃のムカムカカ。 胃のムカムカ感とか、水落ちがなんかちょっとおかしいよっていう心筋梗塞の方もいらっしゃるんですね。それからですね、放酸痛って言って、この胸の痛みと同じく、この顎とか、顎が痛いんですって、なんかこう浮くような感じとか、歯が痛いとか言ってくる方もいれば、首が痛いとかね、肩凝ってるんだよとか、あとはなんかこの背中の方もちょっとおかしいとか、この左腕。 左腕がおかしいっていうふうにお,あのおっしゃったりする方もいらっしゃいますので注意してくださいね。だから僕はですね、その大まかな症状のところにこう大きな丸をつけておきました。なので、えーと、胸以外の症状っていうのは、この 顎の周り首も含めた顎の周りとか左肩、左腕であの痛みが来ることがありますのであの気をつけてくださいねということで僕はどういうふうに考えているのかというと虚血性心疾患を見落としたくないので虚血性心疾患かもと思った時には,はっきり言って、ね、上半身の症状上半身の症状だったらたとえ右側の共通であっても、えー、と心筋虚血の可能性を考えて心電図を取ったりするよと心電図を取って ST が、ね、上昇しているとかトロポニン取って血液の検査をやってみてトロポニンを取って血液の検査をやってみて、えー ポニーが上がっていればとか上がってないよう正常でよかったねとかですね上がっていれば心筋梗塞の可能性とかっていうのを考えるわけですよとところがですねここすごくねあの逆のパターンですね覚えておいていくとですね頻度的には圧倒的にこっちの方が高いと思うんですけども刺されるようなあ僕でかぶってるよいしょ刺されるような痛みチクチクするような痛みとか触って痛む触れ、触ってね痛む場合は狭心痛では ないことが多いって、なんか僕が本当邪魔です。まあ、簡単に言いますよ、チクチクチクっと刺されるような痛みとか、こうやってつままれるような、狭い範囲でつままれるような痛みとか、押して痛いとかっていうのは、冠、えー、動脈による、冠動脈疾患による共通でないことが多いですよということですね。なので、えー、と今日はですね、 問診で大体分かってしまう、ですね、心筋の虚血、胸心痛について、えーとですね、このような特徴があるということをですね、覚えていただけると、えー、と皆さん、試験問題にもこれから看護学生が、えー、との皆さんが将来看護師になっても役立つ内容ですよということで、私は上半身ですね、ざっくり上半身というふうに覚えたりしてますけど、典型的な例は 握しえっ、ー、と時間とかってね、あのていうものが大事なんで、このスライドよく覚えておいてくださいね。ということで、以上で終了したいと思います。じゃあねんバイバイありがとうございました。